綾瀬さんに特別な感情を持っているみたいなんだ嘘こんなたちの悪い冗談言わないそうだよね特別な感情って好きなんだと思う兄としてとか抱きしめたいとかそういう感情、うん綾瀬さん 嫌じゃないから安心したありがとうでも安心してその荷物は分け合えるそれ以外のものだったとしても嫌じゃないからどっちでも嬉しいからうんこれから俺は綾瀬さんに期待するだから 瀬さんも、俺に期待してしてほい。考えていこう <laughs> ありがとう昨日まで他人だった私たちが本当の家族になるまでの物語